ここら辺ハローハローじゃないか、見えますか、ゆっくり今日ね当たっちゃったよくじ引きで。でもね、可愛いと思う人は誰ですかっていう質問だったから、全然罰ゲームとかじゃなかった。ちょっと面白いことしたかったな、サムサムで。いやでも当たりたくはなかったな今音聞けないハート作って、音聞けないのか、おーい久しぶりに来られました、お嬉しい。なぜにひょっこりはん、なんかね最近ひょっこりはんのポーズするのハマっちゃうの今日も配信、今日初めてサムサムの全員で配信できたんですよ、ショールームの。その時とか、あと今日ひめりんの TikTok だったっけのやつにちょっと映る時もひょっこりはんっぽくしちゃったハマってる。ハイタッチしたかった、そう今日も負けました。ゲーム勝ったグループがハイタッチできるんですけど、負けましたサムサムは。そういうとこありますね残念。昨日は配信中寝ちゃったから今日はね、あそう今日ね握手会でね、昨日本当に寝ちゃってたよって何人か言われちゃったもう全くもう誰かに被るとやってるよね、ひょっこり。おバレた、とんかつ弁当、そうでもとんかつ弁当美味しかったよ。サムサムはみんな喜んでました。サムサム買ってくれたら喜んだのに、お握手しながら寝るの忘れた、忘れてないよ、しっかりしてる、それは偉いです、偉い、いい子今も寝そうよ、今は多分今日お日様ね、みんなね疲れちゃったから眠たいんだよね、私の声ではないはず今日テントの隙間から見えてめっちゃ可愛かった、嬉しい、嬉しいわ、ありがとう。じゃあ今日来てくれてたのね、ラスアイファミリーのテンションはナンバーワン、おー嬉しいね、みんなそうだね、テンション高くて楽しいよね今日は暑かった、暑かったね、みんな熱中症なってないですか、お水とか。テントの中だけでもねすごい暑かったから、もうみんな大変だと思って、ゲームから来てくださってた方はねもう一日中外でねずっと並んでくれたり、ずっと基本立ってるからね、もうね本当にありがとうお疲れ様です、あありがとう畑さん。ガンダムとは握手会した、ガンダムとは握手会してないけど、サムサムにガンダム人気でしたよ、ガンダムの音が鳴るたんびにみんな隙間から覗いてました。暑かったけどマヒロンと何回も握手できて幸せだった、あら嬉しい。ん？ガンダムと撮影会はしたのか、撮影会はしてないです、でも夜の握手会の時は活動してました、ガンダムさんが、だから反応してました、音が鳴るたびに。今日はありがとうございました、あありがとう、ダイダラさんハートありがとう。一回しか行けなかったです、ごめんなさい、なんでごめんなさいなんですか、来てくれてありがとう。ガンダムテントに入れないの、うーん入れてなかったね大きいからね、ちょっとテント大きくしなきゃだねきっとガンダムも撮影会したかったと思います、あーら私もしたかったじゃあ今度お台場行った時に撮っとこう、私、あすぐるさんいいねありがとう。収録推しからサムサム推しになりそうです、ああありがとう、サムサムも収録も違う良さがあるはずマヒロンこんばんは、今日もありがとうね、ありがとうマッスーさん、あ今日ね和太鼓、マッスーさん和太鼓やってるね、和太鼓帰りのね
帰り窓をパッて見たら、あの和太鼓担いでる人がいました。え、和太鼓担いでるって提案に行ったら、すごい私が頭おかしくなったのかって思ったのかわかんないけど、ちょっと苦笑いしてましたよ。和太鼓担いでる人がいたんですよ。和太鼓をちょうど車に乗せようとしてたのかな、道で。びっくりした。撮影会行ってサムサムがより一層好きになりました。嬉しい、ありがとう、来てくれて。サムサムは安心して押せる。わあ、嬉しい。サムサム大好き。ラサイファミリーが好きですね。はい。私はマヒロのダンス伝えれた。ああ、ありがとう、本当に嬉しい。握手会でね、あのかけてくださる皆さんの言葉すごい大きい。あの誰と今日どんな話したかとかもはっきり覚えてます。私楽しかったな。撮影とか握手とか嬉しすぎ。あ、行っちゃった。あ、行っちゃった。どんちゃん覚えてるよ。2期生は誰推し？まだ分かりません。みんなを応援してます。マヒロに会いたいよ。嬉しい、私も会いたいよ。もうね、すぐに今日お家に着いてから、あ、次はいつみんなに会えるんだろうって考えて、あー長いなーと思ってました。握手したい、握手。お見送り、あ、お見送り嬉しい、本当にありがとうね。みんなツインテールやめちゃったの。ツインテール先取った、寝ようと思ってツインテール取ったけど配信行っちゃいました。まひろ名古屋にも帰ってきて、うん、帰るよ、帰る、もうすぐ帰る。いや、いつ帰ろうかなって今ちょうど家族に連絡して聞いたところです。ショーが終わった後とかなのかな。あー、そういうことか。下ろしてても可愛い。やった、嬉しいね。ちょっとみんな寝てないよね。次はビバラポップ。そうだね、ビバラポップ、次ビバラポップで会えるねって言ってくださった方多くて嬉しかった。みんな会えるのかな。ビバラポップ行くよって方いますか。早く会いたいなね。あ、おはようございます。おはようございますじゃないよ、寝てたの。なんとか持ちこたえて、ゴージくん。もうでもそうだよね、今日ねずっとね来てくれてたから眠たいよね。まひろ思ったより背高くてびっくりした。嘘、ほんと？もち行く。おー、やった。探そう。探すね。行くよ、行きます。お、みんなのこと探すね、じゃあ。ビバラ行きます。超可愛かった。いやー。超優しい。まだ撮ってないから撮らなきゃ。お、ありがとう。今来たよ。おやすみ。ありがとう。割と覚醒してる。強い。お強いね。行くよ、グループ握手会の時に牛のフェスと間違えたけど覚えてるよ、覚えてる。ビバラポップだったね。行けないわ。あ、そうなのね、いちいさん。うん、誰だ、だるまをいっぱいくれてる。あ、おちえさんだるまありがとう。サオリティアン、私のグループショットのツイッター見た。まだ見てない、多分まだ見てない。終わったら見に行きます。楽しみ楽しみ。ん、ティッシュもらった、ティッシュ、なんて読むのこれ、 MST なんですかそれ。ジョジョエンの焼肉弁当を食べれた、ゲームで勝ったグループが食べれました。じゃあサムサムの時マヒラの子ずっと見て、お、行ったな、行ったな。ありがとう。
マヒロンとまた握手したいよ。お、ぜひぜひ。サオリテアーさんの傑作すぎ。うわぁ、楽しみ。もうね、サムサムのグループ撮影会、今日は本当にやばかったですね。もうみんなハイテンション、全員ハイテンションで楽しかったです、本当に。あ、なんかこっちの携帯で、ね、なんかよくわからない Siri のなんかすごいことになってた。いたたたた伝わらないよね Siri がめっちゃ動いてた、急に。なんか変なボタン押しちゃった。ピエカズさん、ヨコヒロさん、ハートありがとう。まひった？まひってた。なかなかテンション高くてよきよきだった。お、よかった。あー、三谷さん、グループ撮影会も行きたかった。シリがまひった週末のこの時間にショールームしてくれるのがめっちゃ嬉しい。お、よかった。なんかね、今日は日曜日だからね、月曜日ってやっぱお仕事とか学校があるから、あんまり来れる方いないかなって思ったんですけど、来てくれてありがとう、嬉しいです。ん？あ、行っちゃった。トロロンさん、エースさん、エリさん、ハートありがとう。今日は握手できて嬉しかった。お、私もショールームは元気出る、嬉しい。わあ、だるまとハートいっぱい、ありがとう。タイダラーさん、トロロンさん、ありがとう。逆に明日お休みなんだ。お、サムサムの撮影会の写真見せてもらったけど面白かった。面白いよね。どの写真だろう。マヒロンのおかげでよく眠れるちょっとそれ喜んでいいのかな。私眠いって、眠くなる声ってこと。ネイルとかリップ高画質で見るとセクシーマヒロンに見える。お、やった。今日セクシーポーズとか、ん、あとモデルさんポーズみたいなお題もありました。お題じゃないか、あの撮影会でした方もいるね。サムサムおかしいよねって言われちゃった。本当にね、楽しいよね、もう最高ですね。山田さん見てると元気になる、嬉しい。俺3期生に応募する。3期生まだ募集してないので2期生ですよ。2期生、ちょっと待って、俺って おあの マイロちゃんの声好き。お、嬉しい。マイロンスタイルすごくいいね。全然マヒマヒってる。マヒマヒってる。マヒマヒってる。あ、止まっちゃった。嘘、止まっちゃった。え、動いてますか、動いてますか、起きてますか。おーい、マヒロの中の四字熟語は何だった。マヒロの中の四字熟語か、ね、あのオーリンちゃんとルカチと喋ってた時はオーリンちゃんがあのあれ何だったっけ、あ、ちょっと待って、ど忘れちゃった。ね、すごい面白いこと言ってたの。あ、待って、ど忘れした。あれ、今覚えてたのに、何だったっけ。すっごい面白いこと言ってたの。逆にこんな気になるとこまで話しといて、何だったっけ。オーリンちゃんらしい、何だったっけな。あー、何だったと思う、みんな。待って、忘れちゃった、忘れちゃった。焼肉定食ではない。ね、何だったっけ。うわ、待って、うわ、あ、四面楚歌は夏美ちゃんですね。そういうとこあるね、そういうとこあるね。ちょっと待って、え、待って、何だったっけ。え、何だったっけ。すごい、すごいね。面白い、面白かったんだけど忘れちゃった。誰か当てて。オーリンちゃん、オーリンちゃん出てきて。あー、待って、忘れた。ちょっと思い出したらつぶやく。
あーちょっとしまった、うわー悔しい、今すごい悔しい。何だったっけ、すっごい面白くて聞いてほしかったの。あまあど忘れするよなってそうなの、一期一会はね、テアンとヒメリンだね。どんな場面で話して、してたの？え、四字熟語何知ってるっていう話。何だったっけな、うわー気になるな、ちょっと聞いとこ、もう一回聞いときます。みんな何か面白い四字熟語知らない？睡眠効果、睡眠効果は違う。なんだっけな、でもそんな感じの内容、内容はちょっと違うけど、そんな感じの面白い四字熟語だった。四字熟語っていうのかな、青森関係、うんうん全然。てやん四字熟語わからないの笑ったねえ。安眠効果違う、安眠効果違う、みんみんと違うよ。今来た、お仕事終わって、あ、お仕事だったの、お疲れ様ゆかちゃん、今日来てくれてありがとね。いやーありがとう、嬉しい、あのお仕事なのにイベントも来てくれたの、ありがとう、優しい。大変なスケジュールだったねきっと今日、ありがとね。こんばんは、まひろちゃんの会いたかったようにはないね。おお会いたかったよ、覚えてるよ覚えてる、ありがとう、久しぶりにお会いできましたね。まひろこんばんは、お、こんばんは。いやーやっぱりね、みんな温かい、本当にね、もう楽しかった今日。変なテンションになってきちゃった。携帯落下、携帯落下にすればいいね。私次四字熟語聞かれた時携帯落下って書こうかな。焼肉焼き鳥弁当って書いて、天真爛漫。握手会のテンション好き、ああ嬉しい。ハイタッチ会したかったな、ハイタッチ会今みんなとしよう。やっほー起きてーね、起きてますか、ね、起きてる、あまたシリ押しちゃった。湯煙配信、あ、湯煙配信4字4文字じゃん、すごいね、みんな賢い。寝そうです、起きてる、ビンタされたら起きます、お、いったな、どうこんな感じ、笑えてきた。アイロンかわいい、眠いよ、あら愛沢るか、お、ほんとだ、10月15、それ私の誕生日。あ、今日握手会で、あの誕生日の方もいた、びっくり、嬉しいね。清原リオ、ほんとだ、4文字の人多い、誰か4文字のお名前いますか。安眠効果あるな、安眠効果、四字熟語知ってます、安眠効果。ねえ起きてる、木村ミス、ほんとだ、みんな4文字だね。マヒロス、いいね、マヒロスって言葉好きよ。だるまありがとう、まっすーさん、目がとろろんってしてきた、そろそろかな。大石夏美、ほんとだすごい、あもう時間だ、ちょっと待って、みんなほんとに寝てるの、基本4文字、確かに、ヤマモトアイリ、確かにアイリちゃんもだ、山田真比、山田真比それちょっと無理やりすぎませんか、大森聖子、本当な、大森聖子さんもそうだ、今日は起きてる、今日はよかったよかった、みんな眠たいよね、安田アイリ、本当だ、
ハートありがとう、チュンさん。では、皆さん、きっと寝落ちしてる方もいると思うので。あ、眠たい？眠たい？本当？私も眠くなってきたぜ。明日お仕事なの？え、お仕事なの？今日も。昨日もありがとう。土日、楽しかったね。また、明日から一週間みんな頑張ろう。頑張ろんちゃん。山田ロン。ちょっとそれ4文字無理やりですね。起きてる起きてる。お、よかったよかった。じゃあ、そろそろ。お、実習頑張れそう。よかった。みんなありがとう。来てくれてありがとうね。じゃあそろそろランキングを読もうかな。あ、スクショタイムいりますかね。スクショタイムのポーズを教えてください。その間にランキングを読もう。いきます。味噌煮込み。本当だ、4文字だ。みんな頭がいいね。行かないでって。かわいい。行かないで。1週間頑張れそう。お、よかったよかった。ありがとう、みんな。なるほど。ランキング読むんだった。いきまーす。せーの。せーの。せーのじゃない。一人で読むんだった。いきまーす。13位、あやはさん。12位、ひでにゃんさん。11位、だいだらさん。10位、とろろんさん。9位、どんちゃん。8位、まっすーさん。7位タカさん。あれ ?6 位がいない。え ?6 位がここの段に乗ってない。誰か6位を教えて。6位、誰か6位を助けてくださいな。ちょっと6位飛ばすね。その間に、あ、いくゆさんで合ってる。あ、ありがとう、ありがとう。みんな優しいね。本当にありがとう、ありがとう。ちょっと夜のテンションが高いですね。今日は楽しかったので特にテンションが高いですけど眠いです。6位いくゆさん、ありがとう。はい、5位、5位、はい、オールドルーキーさん。4位モロコヒツッチーさん。3位オッチュンさん。2位スグルさん。1位オメガセブンさん。以上、ありがとうございます。そしてパチパチパチと言ってくれた方も、あの6位を教えてくださった方もありがとうございます。ありがとう。覚えてるよ、せいちゃん。ありがとう、みんな。で、スクショタイムね、見てたよ、ちゃんと。コメントも、ほんと眠いね。ほんと眠いね。ねえ、眠いよね。みんなありがとう。ほんとに熱中症になってないかな。はい、自己紹介を。自己紹介でも撮っとこ。山田真宙です。えい。もう眠そうな顔してるね。大変。寝とくね。食べた？日焼けした。あ、そうよね。くまさん、くまさん、くまさんポーズ。みんなと撮れた？3、2、1、 OK。 じゃあそろ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 かな。いや、時間だ。セクシービーム出してヒュッ。熊さんかわいい。お、嬉しい。やったね。もう終わり。そうなの、お時間なの。大変、お時間。お、みんなおやすみ、ずにこみうどんって言ってくれてる。
エスミス煮込みうどんセクシーってきた。絶対今のセクシーじゃないよ。ありがとう、ゆっくり休んで、ね、いやこちらこそありがとう、みんなゆっくり休んでね、おやすみなさいだよ。さっき情熱大陸にカンコレのラサイ映って、おお見ればよかった。無言の土下座、また会おうね。うん、会おうね。いや明日から頑張ってねみんな。いいよ、私が起こしてあげるよ、この声で、この誰もが目覚めるこの声で。悲しくなってきた。でもみんな今日は寝てないよねきっと。ありがとう、おやすみさん煮込みうどん書いてくれてる。では行きます、せーの、おやすみさん煮込みうどん、ありがとう、バイバイ。バイバーイ、ありがとう、お書いてくれてる、ありがとう、バイバーイ、ありがとう、ありがとね、やい、バイバーイ。